森春毒郎3月6日から1957年3月19日は、日本の大倉官僚、銀行家。理財局長を最後に退官し、台湾銀行副頭取、南満州鉄道理事を歴任した。妻は、カラス山藩主、大久保忠正の娘、長氏。死者区、貴族院議員の大久保忠春は議定。福島県出身。合図中学を経て、に、こ 第一部放課を主席で、1902年7月に、東京帝大法学部政治学科を卒業。松平常夫が、大学時代の同級生である。大倉省に入省し、同年11月文館高等試験に合格した。席次は41名中8番で、主席は、帝大同期の西の下であった。翌年主計局主計課長となり、3時間を兼任。 1906年には、大倉大臣、坂谷義雄の秘書官を務めた。欧米首長、大臣官房文書課長などを経て、専売局主事、専売局長官官房に配置される。長官は、浜口有効で園伝の整理が行われた時期にあたる。銀行課長を経て銀行局長に就任。ついで理財局長となり、 局長職を合計4年強務め1920年8月、辞職。台湾銀行副頭取に転じ頭取、中川小十郎を補佐した。1922年9月から1927年9月まで、満鉄理事。同職を大倉金持と共に辞職した、最後公認理事が、消費山直人である。その後破綻した15銀行の常務に就任し、頭取、 西の元らと再建にあたる。帝国倉庫運輸、延地製作所の各会長、宝来職さんの常務なども務めている。森は森総衛門の逸夫として若松町に生まれた。藍図中学の一回生で同級生に松江春次平石弁三、君島八郎などがいる。大正初期に母校で校長と前任の浅岡はじめが築いた。 校風を守ろうとする生徒の対立が深刻化した。私学館から連絡を受けた森は、同教人と相談し、在教同僧の大学生を派遣して、校長、生徒を説得させ、事態を収集した。著書に、ドイツ帝国及び広城市王国の財政全参官がある。合図会会員、地償会散ん員 AB、大衆人事録東京編。 森春六郎、大衆人事録東京編、大久保忠春、第二高等学校一覧時代生十一年至り十二年183ページ、東京帝国大学卒業生指名録、本年文館高等試験に合格者の件、満州日日新聞1928年6月22日付、神戸大学2011年10月20日閲覧。 福島県立合津高等学校創立70周年、記念誌、ピアニッシモ、90から92、官報第2 6 4十号、除人及び、事例1921年5月21日。ありがとうございます。